はい、マッソゲームズでーす。はい、今日ですね、マッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、ということでね、今回はですね、村人を治療していきたいと思います。はい、このね、拠点にも村人さん、やっぱりいたらね、みんなで賑やかで楽しいと思うんで、村人治療に向かいたいと思うんですけど、残念ながらね、ポーションを作るためのネザーボートがまだ足りないので、ネザーボートを、まずはゲットしに、またネザーに向かいます。はい、おそらくゲットできるんじゃないでしょうか。ちょっとね、気づいたんですけど、ダイヤモンドツルハシ持ってくるのはあまりいい策ではないので、ここのね、ポストにね、投函しておきたいと思います。はい、これはいらないよね。うん、まあしょうがない、これでいきましょう。ネザー要塞に向かいたいと思います。ジャンプしながらこういくと早い。よし、ネザーサンド、ネザーサンド探索ですね、こっからはね。はい、でも食べ物がたくさんあるんで、ちょろちょろっと攻撃食らっても多分大丈夫だと思うんですよね。で、さらに、ブレイズパウダーも、今度からポーション作る際に必要ということなんで、このブレイズさんを倒さなきゃいけないわけなんですけど。あ、危ない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 。おっと、ここは普通のスケート。あ、危ない。浮いて。よし、よし。よし。オッケー。ちょっと弓矢もゲットしといてね、ちょうどいい感じですけど、まあどっかしらからちょっと攻撃が来てるみたいですね。若干暗いな。うん、お、また宝箱発見。そしてウィザースケルト。オッケー、頭ゲットできてないですね。まあドロップ増加さんないとそうそうね、落ちませんよね。ない、ないですね。こっちもまた行き止まり。じゃあ次左行ってみましょうか。お、あった、ネザーボート。はははは、たくさんありますよこれ。いやー、ちゃんと前回植えといてよかった。とりあえず29個ゲットしたんで、これで村に帰りましょう、とりあえずね。あ、でも逆方向ののもゲットしちゃおうかな、どうせやったらね。はい、こっちのもゲットして、また植えればいい話ですからね。やったー、こりゃ大量だ。よし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 、やったぞ。そして一応宝箱をチェックしておきましょう。お、ネザーボート、馬の鎧とサドル。これでサドルたくさんですね。馬を大量にこうね、仲間にできそう。よーし、一応こっちの宝箱も見てから、村に帰りましょう。お、金の蔵、馬の蔵ですね。よーし、金の蔵って言うと居酒屋を思い出しちゃうけど。はい、では一回これで村に帰りたいと思います。はい、ということで無事に家まで帰ってこれました。これでゾンビを治療するポーションが作れるはずなんですけど、なんとね、リンゴがね、今ね、ないんですよね。もうね、食料以前なかったんで、食べきっちゃったんで、ちょっとね、鉄の斧をエンちゃんと効率強化つけといて、これでね、木をたくさん削りまして、ちょっとね、リンゴをゲットしに行きたいと思います。まずリンゴ作らないとね、村人治療できませんので。では、よーし、いっぱい木買っていきます。今ね、ちょうど、木材不足してたんで、ちょうどいいですね。リンゴをゲットするついでに木材もたくさんゲットして、またね、いろんなものを建てやすく、お、すでにリンゴ発見、やったぞ。これで1個ゲットでしょ。リンゴを金で囲むんですよね。そうすると、村人、弱化した村人ゾンビが、金のリンゴを食べることによって治療ができることになるということで。お、あった、やったー、リンゴ発見。念のためね、今削ったところで、3つはゲットしておきました。まあ、3つ作っても金が足りないんですけど、まあ、念のためですね、村人ゾンビをこう治療しても、残念ながら司書さん2人だと、こう村人増殖しないんで、一応ね、2つ分、うん、2つ分の、こういうリンゴは、3つ分か、3つ分のリンゴはゲットしておきました。はい、ということで、ゾンビを治療するための材料が全て手に入ったので、これを道具にしていきたいと思います。で、僕ね、ここで気づいちゃったんですけど、ネザーボートさ、必要なかったっぽくないですか？これ水入り瓶じゃないですか？で、ここにブレイズパウダーをセットすると、
ね、あの 1.9 からね、こういう風にあのブレイズパウダーが必要になったんですよね。で、ここに発酵した麺を入れていきます。むしろ奇妙なポーションにしてしまうと、この弱化のポーション作れないっていうね、今ネザー一体何だったんだって思っちゃいますけど、まあね、いつかこのね、ネザーウォートは使う日が来るので、まあその時のために取っておきましょう。で、これで水入り瓶が、ドゥドゥーン、弱化のポーションになりました。で、これをスプラッシュ化するために火薬を、こう入れていきたいと思います。で、これで弱化のポーション、スプラッシュ、拡散する、弱化のポーションになるはずですね。ずーっと前ね、やったんですよね、一回ね。なんかすげえ懐かしいです、それが。はい。これによって、ドゥドゥーン、弱化のスプラッシュポーションになりました。で、これを、村人ゾンビに当てれば、ね、ちゃんと、弱化するということですね。で、次に必要なのが、こちらのね、パンではなくて、リンゴです。リンゴを、ドゥドゥン。はい。このように、金のリンゴにします。弱化したところに、この金のリンゴをゾンビに与えると、ちゃんとね、治療が開始されるということで、これで一応材料が整いました。では今ちょうど夜ですんで、村人ゾンビを探して治療していきたいと思います。で、治療するときに、こう治療する前までにね、まあいろいろなアイテムが必要になるんですけど、まずはね、フェンスです。フェンスで村人ゾンビを囲います。そして、この木材ですね。木材で上をこう、屋根を作ります。でないと、ゾンビさんたちがね、こうやられてしまう危険性があるので、朝になるとね。では、これから、ゾンビさんを治療しに行きたいと思います。よし。果たして村人ゾンビさんがいるかっていうことなんですけど、村人ゾンビさんの格好が結構変わりましたよね。ちょっとゾンビいすぎじゃね、いくらなんでも。はい。今の方向には残念ながら、ゾンビさん見当たらなかったんで、違う方向に行きましょうか。村人ゾンビ、村人ゾンビ、村人ゾンビ。村人ゾンビ。はい。残念ながら村人ゾンビに会えませんでした。次の夜を待ちたいと思います。はい。で、夜になるまでね、何もせずに待ってるのも暇なんで、今ね、金のインゴットちょっと作ったんで、これでね、時計作ってみたいと思います。僕ね、今まで時計玉作ったことなかったんですよ。ですんで、これで時計か。お、すげえ。これどうやって見るんだろう。まあ夜にならないってことですね、まだね。はい。まあ時計二つぐらい作っときましょうか。時計二つぐらい作っといて。あれ？なんで拾わない？はい。時計一応二つ作ったんですけど、どっかに飾れないかな。家にちょっと飾りたいですね、このあたりにね。こう、ポチーとか言ってね。置いたらまたさらにこう、なんすか、部屋の経験値上がりますよね。どこら辺にしよっかな。このあたり？いや、こっちかな？ここかな？ここにちょっと時計、つけてみましょうか。テレビの横でもいいんですけど、テレビの横つけるところないしな。うん。じゃ、ここ、いや、テレビの横、このあたり？このあたりに時計を、ポチッと。ふい。おお！ついたついた。わあ、でも、確かに、これ、良くない？時間分かりやすくていいね。うん。はい。まあ、こんな時計を作ったりしながら夜待ちましょう。よし。ということで、第2夜が来ました。ここで、ゾンビを治療していきたいと思います。果たして、村人ゾンビくん、かっこ2体は現れるのでしょうか？今日こそ、村人ゾンビをゲットするぜ。おはようございます。村人ゾンビ2日目も現れず。村人ゾンビって出現率ほんと低いんですね。びっくりしました。はい。ということで、3日目の夜に突入しております。なかなかね、村人ゾンビ現れてくれないんですけど、今回でね、1体だけでもいいから、とりあえずね、治療したい。2体目はまた今度ですね。お！いた！
いた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 、村人ゾンビがいたけど、村人ゾンビ、村人ゾンビのちっちゃいやついた。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちっちゃい村人ゾンビいた。ちっちゃい村人ゾンビ、え、いた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 。ちっちゃいやつも村人ゾンビ化するんだ。よし、入ってこい、入ってこい。ナイスだ、ナイスだ。よし、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 どうしよう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 、この戦い、この戦い。あ、よし、よしよしよし。待て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 、ほい、ほい。おい、違う違う、おいおいおい、おい、どうしようどうしよう、こっちだ。なんか攻撃してこない、いて。あー、ちょっと惜しい。こっち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 、そう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 。あー、惜しい。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、こっちこっちこっち。じゃあここにセットしちゃって、じゃあここでもうやってしまおうか。ちっちゃい村人ゾンビいるんだな。まあ、僕も食らうかもしれないんですけど、この弱体化のポーションを、弱化のスプラッシュポーションをバスンと、はい、僕も弱化してしまいました。でここに金のリンゴを差し上げます。ポーション、はい。あ、俺も食べちゃった金のリンゴ。まあいっか、次回までにまたね作っときます。でこれで村人ゾンビくんが、いて、逃げんの逃げんの、ちょっと待ってちょっと待って、このままの方がいいな。はい、じゃあちょっと村人ゾンビくんが治るのをちょっと待ちましょう。いや、よかったよかった。小さい村人ゾンビって治療されたら子供になるのかな。ちょっと楽しみっすねこれね。お、もう外は明るくなってしまった。そしてもうそろそろ、おーおおお、治ったー治ったー、こんにちは。子供になるんだ、ちっちゃいゾンビをこう治すと。そうなんだ。あ、ほらほらほら、すごい、あーってなってますけど、すげえ。しかも司書さんだったぞこれは。司書さんですよね多分、エプロン。あ、司書さんじゃないか、これ、あれか。なんか、お肉屋さんとかそういう系かな。はい。こういう風にね、子供の、まさかゾンビができてしまいました、すぐ。ちょっと、いいね。新しい家をこう、探索する、子供の村人的な感じでね。うん。とってもいい感じです。はい。もう一体はね、また次回治療して、ちょっとね、村人さんたちをこのね、家に住まわせていきたいと思います。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。よかった、1体でもね、村人ゾンビをね、直せたんで本当に良かったと思います。はい、ぜひ次回もまたご覧ください。ということで、以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。